シークレットベース K ステーション、ミニミニ。皆さん、シークレットベース K ステーションミニミニへようこそ。会長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんのことは K ステーションの隊員さんとお呼びしております。そこで聞いている隊員のあなたはぜひ番組宛にメールを送ったりして番組を応援してくださいね。よろしくお願いします。さてさて、今年はなんか暖かくなるのが早いみたいで、桜のね開花時期もだいぶ早いみたいですね。きっと放送している時期には桜がもう満開になっているところ、お花見ができるところが結構あるんじゃないのかなと思っております。やっぱりね、春が来るととても気持ちがウキウキしてくるのはなんでなんでしょうね。今年はね、お花見またいろんなところに行けたらいいなと思っております。でも昼間は暖かくても夜は寒くなったりしますので、寒暖差には気をつけて皆さん外出してくださいね。さてさて、3月4日にヘンテコ学園ライブ開催されました。お越しくださった皆様本当にありがとうございました。今回はですね、声優さんのユニット松浦さん、松本幸さんと川原木志保さんのお二人のユニットさんをお迎えして、お送りさせていただきました。はい、ま、演奏のね、あの楽曲の方は、ドラムとピアノの生演奏で歌うという、とても贅沢なひとときでございました。はい、ライブ内容としましては、まずは近藤とりえちゃん、今までねいろんな歌を、2人でとかユニットでとか歌わせていただいてきましたので、その楽曲などを、カラオケなどでも合わせて、そうですね、 1×1 は果てな心とかビターラブとか草月花とかハッピーデーなども、歌わせていただきました。なんかすごいとっても懐かしいんだけれども、 1×1 は果てな心はあのミュージカルでもやったりもしたので、すごいいっぱいねお稽古したのだから、もう体に染みついててダンスがすぐ踊ることができました。はい、などなどね、知ってたら懐かしいなって思っていただける方もいらっしゃったのかなと思いますし、ある意味時代が追いついてきたのか、ちょっと夏メロっぽいビターラブとか、はい、エンドレスサマーとかありましてね、初めて知って聴いていただいた方にもいい曲だなと思っていただけてたら嬉しいなと思います。そして、一人ずつのソロコーナーがあって、リエちゃんのコーナーがあり、私のコーナーがあり、で松浦さんのコーナーがあり、エンディングというちょっとパッとした流れで行わせていただきました。前からリエちゃんにサプライズお誕生日祝うんだって言ったんですけれども、そちらの方は、無事に夜の部に、サプライズハッピーバースデー成功いたしまして、リエちゃんに喜んでいただけました。ハッピーバースデーの曲をね、ピアノのともこさんとドラムのセラさんにパッ弾いていただいて、みんなで歌いで、お店の方にケーキを持って登場していただくというね、ありきたりなんですけれども、りえちゃんすごい喜んでくれて、私もすごい嬉しかったです。いつもねりえちゃんに祝っていただいてばっかりだったから、今回はタイミングがあるわと思ってやらせていただきました。本当にうまく成功してよかったなって思います。ちなみに今回のゲストの、松浦さんなんですけれども、どんな歌を歌っていただけたかなって言いますと、なんとですね、松浦さんオリジナルの素敵な楽曲がたくさんありまして、しかもミュージカルお話形式のお歌なので、セリフありのお歌ですごい素敵でした。掛け合いとかね、お二人のすごい綺麗なハーモニーが会場中を包んで、世界観がもう溢れておりました。私も本番ではね裏でそーっと切ったりとか
ハノリハチューとかも聞いてたんですけれども、あーすごい素敵だなと思って、なんかお二人見てるとあの宝塚みたいな感じで、もうあのサチさんはもうすごいかっこいいし、志保さんはすごいキュートだしで、なんかこう今度はねやっぱりちょっと出演者として見ちゃうとあの落ち着かないんですよ、気持ちがゆっくり見れないから。今度はお客さんとしてゆっくりとお二人のお歌の世界観、松田木さん世界観を味わいたいなって思いました。はい、はい、そしてそして近藤の、ソロで歌った曲なんですけれども、あの昼夜共通でワンピースのエンディングでありましたメモリーズと、あと人空っていうアニメのエンディングでありました空の名前っていう曲を歌いました。で、昼と夜別々で、昼はロミオの青い空の空へを歌いまして、それで夜の部には君の知らない物語を歌わせていただきました。はい、ま、今回はねピアノとドラムの生演奏で歌えるということで、ま、基本的にクラシックじゃなくてあのシックなねあの感じの曲がいいのかなと思ったんですけれども、バラード系とかなんだかんだ近藤が選んだ曲が全然バラードじゃないなみたいな、結構もう君の知らない物語なんかはピアニストさん泣かせのガガガガッともう指先から血が出るんじゃないかっていうぐらいの本当バンドテイストのあの曲だったので、申し訳ないなと思いつつもすごい楽しく歌わせていただきました。まあ、私の楽曲の選曲はまあ、アニソン中心で、私が好きな曲で、きっと知らない方にもこの歌は知っててほしいなっていう、曲を選曲させていただいた感じですね。皆さんも今ねこのタイトル知らないなと思った曲ありましたら、ぜひ YouTube とかでもネットとかで検索してみて聴いていただけると嬉しいなって思います。はい、もう総じてもう3月4日とってもとても楽しい一日でございました。もう楽屋でもね、もうりえちゃんの漫談はずっと来てるし、松田木さんのね、あの二人のね、本当ステージに立ってる時も素敵だけども、楽屋にいる時の佇まいもね、すごいもう仲睦まじく、なんかほんわかしてて、なんかずっと見てても癒されるなーと思いながら、私は楽屋でゆっくり過ごさせていただいたりとか、久々に野瀬良さんとかともこさんともお会いできたので、なんかいろいろね、最近どうなんですかとかいうお話ができたりとか、はい、とてもいい一日でした。見に来てくださった方々もね、本当お久しぶりですとかね、飛行機に乗ってね地方から来てくださった方もねいらっしゃったりとかね、ね本当にね嬉しかった。ある意味ちょっと同窓会気分でもあったし、なんかこうすごい素敵な時間に一日浸っていたなーって思いでした。はーい、そうね、楽しすぎてちょっとね喉の調子が悪かったんだけれども、全力で歌いって喋ってしまったので、翌日から全く声が出なくなってしまって、で今こんな声です。あんまりね振り幅が出ないというか、本域でまだ喋れないんですけれども、まあ徐々に良くなっておりますので、はい、また皆さんの前で歌える日があるといいなと思いつつ締めたいと思います。はい、そしてなんとへんてこ学園の次回のイベントも決定しております。なんとですね、6月私の誕生日月ですね、6月17日にへんてこ学園近藤かな子誕生祭をりえちゃんがまた企画してくれました。6月17日土曜日ですね、場所や、公演の時間などはまだ細かいことは決まってないんですけれども、よろしければ皆さんお日にち
けておいていただけると嬉しいです。ぜひあのヘンテコ学園に遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。それではここで1曲お聴きください。近藤かな子のアルバム夜が明ける前に、より夜が明ける前に。きらびやかで憧れる辛い幻想、窓の先の世界、伸ばした手が所在なく胸を打つ。Are you ready? Let you go! You can make it go! チャンスは逃さない、泣いてはいれない。そろそろ別れの時間です。この番組では皆様からのメールを大募集しております。普通のお便り、普通お便、私近藤への質問、お悩み相談など何でも OK です。メールの宛先は K ステーションの Twitter の DM に送ってくださいね。 K ステーションの Twitter の ID はアットマークスペードパンダ3、数字の3です。アットマークSPADEPANDA3、 数字の3です。お間違えないように送ってくださいね。次回の締め切りは4月の7日金曜日となっております。さて告知をここでさせてください。なんとイベントがですね、急遽イベント出演が決まりました。お日にちが3月21日の秋分の日、祝日の火曜日ですね。こちら、ロボタにて行われますトーク&ライブヒロムの部屋特別編に出演させていただきます。こちらはですね、もう創立20年目のオタク居酒屋秘密基地居酒屋ロボタの1号店代々木店が閉店になりますことに伴いまして、もう閉店しちゃったんですけれども、今回こういったイベントが開催されます。ちなみに2号店は京王稲田堤駅の方にありますのでね、そちらもぜひご利用いただければいいなと思っておりますが、今回は代々木店がね、もうずっとお世話になってました。代々木店行ったりね、そちらで打ち上げしたりとかねしてました。大変お世話になっておりますロボットの店長さんに今回お呼びいただきまして、イベント出演が決まりました。こちら店内での観覧もございますが、配信もございます。内容としましては、トークパートではロボタのイベントの思い出を振り返り、ライブパートでは代々木店最後ということで、ロボタらしくロボットアニメのエンディング特集でお送りいたします。はい。こちらですね、無料で、配信の方もございますが、特典付きおひねりもございますので、ぜひぜひそちらもねおひねりもいただけると電車賃などにもなりますので、よろしくお願いいたします。はい。お時間は3月21日の14時開演となっております。行くばくか店内の観覧席もありますので、もし店内で見たいよっていう方は、近藤または、店長のアカウントの方にね、行きたいんですが席ありますかっていうリプを送ってください。そちらでチケットのやり取りいたします。よろしくお願いします。3月21日の火曜日祝日は14時からロボタの
トークがもらえるひろむの部屋特別編に出演させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。あ、特典のね、あの写真とかもね、あの動画とかもこれから撮りますからね、頑張って撮ります。ぜひ特典も受け取ってください。よろしくお願いします。そして告知はもう一つ、ただいま各サブスクリプションで近藤かな子の楽曲が配信中です。ぜひサブスクでも聴いてくださいね。よろしくお願いします。さてさて、ちょっと喉の限界がやっぱりもう10分も喋ってないぐらいなんですけれども、ちょっと来てしまったので、今日はこちらのこの辺で終わりたいと思います。ちなみに風邪予防の時は龍角散のど飴なんですけれども、風邪ひいちゃったとか喉痛くなっちゃったっていう時に私はこの飴を舐めるよってやつを一つご紹介したいと思いますが、はい、戦うマヌカハニーでございます。結構ねコンビニでも普通に売ってますね。やっぱりね、龍角散は予防っていう感じイメージなんですけども、マヌカハニー、まあ、蜂蜜は殺菌ですよね。だから腫れちゃったとか痛いなって時はやっぱりこう殺菌したいじゃないですか。だからうがい、ずマヌカハニーの飴を舐めてずっと殺菌し続けるっていうことをしております。これすごいいいので、風邪予防にももちろんいいですし、もう喉痛くなっちゃったっていう時にはこのマヌカハニーの飴おすすめです。皆さんもまだね、寒暖差が激しいので風邪なども引きやすいし、あと花粉症とかでもね、喉をやっちゃう方もいらっしゃると思いますので、そういう時はねぜひこちらちょっと試してみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は隊長の近藤かな子でした。まったねこの番組はターゲットの提供でお送りいたしました。MGP ログメインパーソナリティを務めるのはミステリーガールズプロジェクトのアイリです。よろしくお願いします。リスナーの皆様にはぜひ M ログで覚えてもらえたらなって思います。こういう自分進行で話をしていくのは初めてで不安でド緊張しているんですが、楽しんだもん勝ちだと思うので楽しみたいと思います。温かい目でいや温かい耳で聞いてください。